はい、皆さんこんにちは。今日は USB ハブ、まあハブというよりもドッキングステーションと言った方がいいと思うんですけれども、そのドッキングステーションを新たに買いまして、そのレポートをしたいと思います。ドッキングステーションというのはこんな感じにここに2つあるんですね。はじめにこちらの大きなものを買いました。ずいぶん迷ったんですけれども、これ価格で約1万円ぐらいするんですよね。なかなか買うのには勇気がいりました。そしてこんなように iPad に直接つけるような、こんなのを本最近になって購入してみたんです。今まではこういうのってここに固定されてしまってですね、自由度がないっていう感じがしたので、あまり自分の中では気に入っていなかったんですけれども、でもこちらの方を使ってみて、ここでこのように線をつないでやっていると案外邪魔なことが分かってですね、そしてこの新しい方を購入しようと、そんな風に考えたわけです。ではそれぞれの特徴などをお話ししていきたいと思います。はい、新しく買った方というのは今画面に映しているもので Amazon で購入しました。今日現在3280円に 15% オフのクーポンがついています。ここでチェックをして、そして購入すると 15% 引きになるわけです。このようにして購入したんですけれども、このドッキングステーションには特徴というのがあって、下の方にある黒いゴムのようなものありますよね。これが iPad とちょうどしっかりこう挟み込むようになって、ドッキングステーションがとっても安定するんですよね。画面の真ん中の方ではこのように矢印のついたこういう形になっていまして、ここがちょうど iPad とうまくつながるわけです。ですからある程度は iPad の機種によってもうまくはまるはまらないがありまして、ここにも iPad Pro 2020-2018、もしくは iPad Air の4、このデザインに特化したようになっているということです。ここに説明で書いてますように HDMI ポートがあって、そして USB 3.0 の A タイプがあります。そして SD カードと TF カード、 TF カードというのはマイクロ SD、 これを入れるところと2つついているわけです。そして USB ポートが2つありまして、その片っぽの方はPD 充電ができるということです。このドッキングステーションに電気を送りながら iPad の充電もできるようになっています。もう一つの USB-C ポートは速度としてはそんなに速くなくですね、 480MB/s のスピード、それで通信ができるようになっていて、下の方には 3.5mm のイヤホンと、そしてマイクですね。はい、オーディオポートは今反転させましたようにボリュームコントロールとか再生ボタン、マイクをサポートする、いわゆる4極の 3.5mm のジャックがついているということになります。まあ機能的には一般的なんですけれども、実際僕が今日このレポートをしようと思ったのは、このようにガッチャンコしてですね、つなげばとっても手頃に使えるということが分かりました。はい、ではやってみましょう。こんな感じですね。これをこちらにドッキングさせます。はい、これで充電もちゃんとできています。先ほども言いましたように、これの便利さというのはこうやってすぐに使えるということです。これだとブラ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 してしまいますが、これ安定してここにぴったりはまってますので、とってもコンパクトで便利だということが分かったということです。今度はこちらの方をつないでみましょう。これもとっても便利になっていて、ケーブルがここにひっついてるんですね。ですからケーブルを忘れたりすることがなくって、ここに挿します。
こんな感じでつなげれるわけです。ちょっと機能的にまた Amazon のページで見てみましょう。はい。これはやはり1万円ぐらいするわけですから、とっても高機能です。USB の 3.1 がついていますので、速さが先ほどの480というような速さではなくって、もう 5GB、これでいけますし、そして SD カードが UHS-II という高速な読み込みができる SD カードスロットがついているということになります。そして下側、回転させた方のデザインがありますが、先ほど上の画面のところの USB は C タイプでした。そして下側の絵になっているところは USB 3.1 で、速さとかは同じですけれども、A 端子がついています。そしてその隣が 4K まで表示できる HDMI 端子がついていて、イーサーネットの端子もあるということです。下側に回ると、もう一つ USB 3.1 の A タイプ、これがありまして、その隣に PD の USB-C があるということです。速度は同じく 5GBPS の 3.1 対応で 80W までのパワーデリバリーができるというような仕様になっているわけです。ですから iPad の出力は USB-C ですけれども、そこからですね、1個の USB-C をつなげれて、そしてあと2つ USB-A このタイプでつなげれるんですけれども、速度が速いですから端子の形状を USB 3.1 以上のアダプターなんかを使って USB-C この形で取り付けるということもアダプターさえ使えばできるようになっています。もうこう見ただけでもこちらはとっても高機能なんですけれども、ただし、ドッキングさせるための、このケーブルがですね、案外邪魔なことが分かったんです。せっかく1万円もするようなドッキングステーションを購入したわけですけれども、これだけを考えても、ここにピタッとつくような、このドッキングステーション、両方を使ってみたら、僕はこちらの方が好きだな、というふうに思います。ただし、イーサーネットのポートとかがあるのでですね。はい。ここにケーブルこう来てますけれども、もうダイレクトにつなぐのでですね、高速です。Wi-Fi でしたら、僕のスタジオの環境はちょっとインターネットが悪くてですね、50メガぐらいしかスピードが出ないんですけれども、有線でつなぐとですね、800メガぐらいの速さでできるので、約20倍ぐらいは早くインターネットができるということになります。じゃあ、二つの性能を見てみましょう。まず、こちらにですね、HDMI をつないでみましょう。はい。こんな感じで、ちゃんと映っています。まあ、映るのは当たり前ですけれども、すぐに反応して外部ディスプレイにつなぐことができます。じゃあ、もう一つの方もやってみましょう。はい、こちらを外します。そして、こちらのステーションを取り付けます。はい、そうしまして、HDMI をつなげます。はい、同じようにつなぐことができました。性能の差はないような感じがしますね。はい。それでは SD カードの読み込みテストをします。特別早くも遅くもないという感じのこんな SD カードです。ちょっと読んでみましょう。64GB です。U1 の X1 ですから、まあそんなにも早くないと思います。とっても安い、もう何百円台でも買えるぐらいの SD カードということになります。容量は 1.2GB ぐらい入っています。これはこうじゃなくって、こう反対向けて
入れるようになっています。これでスピードを測ってみましょう。ここにドローン野外というフォルダーがあります。このフォルダーをコピーします。そしてこちらの iPad の中に入れます。貼り付けます。よく見ててください。はい、今こちらの方でコピーをしています。はい、これぐらいの速さでした。次、これをちょっと一旦消します。今度はこの機械を切り替えます。こちらの方は UHS-1 の方だと思います。そしてこちらは UHS-2 で対応していますのでかなり早いはずです。ちょっと入れ替えます。はい、SD カードを入れます。また先ほどと同じようにコピーをします。そうしまして、こちらの方に貼り付けをします。おお、全然速さが違いますね。10秒ちょっとぐらいでできましたね。はい、やはり SD カードリーダーを購入したりするときは UHS-2 この規格でできるような機械を買わないとですね、 SD カードの速さだけでは全体的なスピードが上がらないということになります。ですからリーダーの方も UHS-2 をなるべく購入するようにすると良いでしょう。 Amazon のこちらのような商品だったら UHS-2 に対応していても2299円、こんな価格で購入ができます。特に Mac や Windows、 いろいろな環境で使う人にはこのように C タイプと A タイプのアダプターがついている、こういうのが案外いいんじゃないかなと思われます。そんなこんなで USB のドッキングステーション、最初1万円ぐらいのとってもいいこのケーブルマスターズと多分言うと思うんですけれども、その会社のやつを購入したんですけれども、 SD カードリーダーの方は UHS-1 の方でそんなに速くはないんですけれども、このように合体して使えたらとっても便利だったという今日はお話をさせていただきました。ただしこのケーブルマッターズの 8-in-1 というとても人気のある商品なんですが、今は Amazon なんかではもう在庫切れでなかなか手に入らないぐらいになっているようです。このブラブラがあまり気にならない人はこれはとっても優秀な機材だと僕は思っています。これを持っていれば出張なんかの時にもここにこんな風にですね、ピタッとはまるようになっていまして、携帯がとっても楽になっているわけです。皆さんも用途に合ったドッキングステーションを見つけてください。
もっといいのがあったりしたら、コメントなんかでも教えていただけたらありがたいなと思います。と言っても、こんなもの3つも4つも iPad1 台のためにはもったいないかもしれませんね。では、今日も長い時間ご視聴ありがとうございました。またねー。